レディオアンコールリエネルスペシャル。レディオアンコールリエネルスペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。改めましてリエネルの羽賀修斗です。近藤俊太です。高岡美朗です。森田陸です。武田壮生です。高川さねゆきです。先日アンコールのウェブサイトに僕たちのセカンド CD シングル君とについてのインタビュー記事が公開されたので、ぜひチェックしてみてください。見てください。いろいろなお話をたっぷりしたのでね、見逃さないようにお願いします。お願いします。さあ、そしてここからはこちら、お菓子争奪じゃんけん大会。さあ、ということでルールは簡単。アンコールのスタッフさんとじゃんけんをして勝ち残った人がお菓子をもらえます。負けた人は、名前、例えばシュンタだったらシュンタ負けましたと言って離脱してください。はい、アイコはセーフです。勝ちます。はい、みんなじゃんけんは強い方かな弱い方かな、じゃんけんは実力なのか運なのか、負けられない戦いが始まるぞ。イエーイ。よしよしよし、戦いが楽しみ楽しみ。これは2回目だよね、やるの。そうですね、前回は、ね、前回は、前回はそう、ソーセと僕が、羽賀修斗が勝ちました、はい、あら、いい。じゃあいい、ね、今回は他4人が2人で勝てるように頑張りましょう。頑張らないとね、負けないよ。じゃあやっちゃいますか、もう早速ですけど、はい、やりましょう。用意はいい？お、豚レモンかわいい。豚レモンさん、いいよ。最初はグーじゃんけんぽい。うわ、よっしゃ、怒った俊太負けました。他全員勝った。他全員勝った。最初はグーじゃんけんぽい。うわぁ、勝った。危ない。アイコセーフか。あ、そっか、みんなセーフでした。みんなセーフだ。最初はグーじゃんけんぽい。勝った。負けた。アイコ、アイコです。あ、でも負けたのが、負けたのが誰かな。あ、ミロ負けました。サネユキ負けました。で、最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃ、おー、よっしゃ。ソーセ負けました。最初はグーじゃんけんぽい。やったー。アイコ、アイコ、アイコ。最初はグーじゃんけんぽい。よー、二人とも勝ちましたよ。まだ続く。最初はグーじゃんけんぽい。おー、二人とも勝ち。続くね、続くね。最初はグーじゃんけんぽい。あー、アイコで僕が勝ちました。よーい。ズルしちゃダメ、ズルしちゃダメ。あ、ずるらしいですね、羽賀さん。僕がですか。すいません、ちょっと興味本位に押してしまいました。どういうことですか。ごめんなさい、何もない。はい、ということで、レモン君勝ったのは、ということで、羽賀ちゃんの勝利。ありがとうございます。お菓子、今もらえるらしいです。え、何ですか、それ。ちょっと 見ていいですか。これなんだろう、めちゃくちゃ美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。いや、もうすごい。え、なんかいちごのお菓子かな。すごい、なんか美味しそう。おしゃれ。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しく食べたいと思います。サネがめちゃくちゃ欲しそうに見てたよ。よだれ垂れてるよ、サネ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、お菓子争奪じゃんけん大会でした。ありがとうございます。ではまだ時間があるので、アンコール編集部さんからの質問に答えていきたいと思います。はい、はい、じゃあどれにしようかな。リクセレクトでいきましょう。これは OK。リエネルのセカンド CD シングル、うん、君との発売日、はい、11月1日じゃないですか、はいはい、その11月1日がなんと寿司の日。そうなんだ。初めて知った。俺も寿司の日なんで、ね、そう、皆さんが好きなお寿司のネタは何ですかという質問です。いいね、気になるね。いいね、寿司。僕なんだろうな、サーモンさん。サーモンさん。サーモンさんが好きですかね。サーモンさんね。まあ、サーモンなんですけど、やっぱりちょっとここは変えて、卵の天ぷらっていうのが。卵の天ぷらがあるのか。あれだ、半熟卵の天ぷら。違いますね。あ、違った。どういうことですか。卵の天ぷらっていうのがあるんですけれども、僕の札幌の方にね、 あるんですけれども、それがね、めっちゃ美味しいので、それが大好きです。いいですね。いいじゃん。僕そうだな、僕あのめちゃくちゃ肉厚なホタテがめちゃくちゃ好きで、あとそれとやっぱあの中トロがめちゃくちゃ食べたいかな。あ、中トロとホタテを食べたいです。半熟ホタテの天ぷらですね。半熟ホタテの天ぷらで、まあ、ということで、なんかでもあれじゃない、大トロに行くとめちゃくちゃ脂乗ってるから、中トロぐらいがさっぱりしてちょうどいい。
って思っちゃう俺。美味しいよ。なるほどね。好きだな。どっちも美味しいけど、ね。うん、いいですね。リック君は？いや俺めっちゃお寿司大好きだから何でも好きなんよけど決められないよ決められないよ。けど何だ？マグロかな。おー、いいね、やっぱいいっすね。マグロ大好き。いいね。ソセイは？僕は赤貝です。おお、なんかちょっと意外ですね確かに意外だ。なんか、うん、そう、あのミロとサネとお寿司屋さんに行った時に赤貝を5貫以上食べました。永遠に赤貝食べてんの？マジで？マジで？赤貝うまいうまいっつってずっと赤貝頼んでんの。いや、いいね。渋いね。ちなみに最近好きになった。いいね、いいね。サネは？僕はまあサーモンなんですけど、うん、やっぱり僕炙りサーモンが分かる。一番炙ったタイプね。炙りサーモンマジでうまい、ね、美味しいよねあれは。マジ分かる。じゃあもう一問いきますか。もう一問、どれにする？どれにしよう。なんかどれかいいのある？みんな。え？いや、リクさんに決めてもらえる。リクセレクトで決めた。はい。じゃあ、どうでしょう。最近夢中になってることは？あ、いいですね。なるほど。なんだろうね。ちょっと質問選んだけどなんかあるかな。あれ、僕はあれだな、もうヒロアカにずっとハマってる。アニメですか？アニメを。いいですね。あのリアンのみんなとハガシューからおすすめされて、うんうん、見始めたんだけど、うん、もうねハマっちゃった。もう抜け出せない。もう止まれない。いや面白いよね。面白い、うん、あのでもコンビニでさ、あのヒロアカのシールとか、うん、そのなんていうの入ってるウェハースみたいなやつあるじゃん、はいはいはい、あれ見ると絶対買っちゃうもん。でも買っちゃう割にはあのシールを俺にくれたりするもん。そう狙いが出るまでやりたいタイプ。ありがとうございます。あとメンバーの好きなキャラが出たらあげたくなっちゃう。いいやつ。優しい。出てるよな。いいやつ。いいね。いや僕は何ですかね。食べること、なんか食べるといつも夢中になっちゃいますかね。ああ、いいね。なんかね、みんなとご飯行きたいなと思ってるんですけど、いかがですか？いや、行きましょうよ。めちゃくちゃ誘ってるじゃないですか、ね、僕たち。行きましょう。ハガシューとラーメン行ったよね。うん、あ、美味しかったよね。じゃあ他に何かありますか？僕は、まあ、やっぱりリアンのみんなをどうしたら幸せにできるかですかね。なるほど。考えてるんだ。常に夢中にかなって考えてる。まあいいですね。めちゃくちゃいい人。それ以外だとやっぱりプロ野球スピリッツエースっていうゲーム、ね、ずっとやってるもん、ね、マジでやってる。本当にもうガチ勢なんで移動中もずっとやってるし、ね、隙間があったら ね、本当隙間があったらやってるから。はい、じゃあ僕言っていい？うん、俺はでも歌聞くの好きだから、うんうん、でも最近バックナンバーさんにまたハマり始めた。はいはい、ね、聞いてる、聞いてる、聞いてる、ね、聞いてた。あのさ、移動の時にずっと歌ってたよね。うん、歌ってた。そうせ、歌ってた。ずっと歌ってた。ごめんね、うるさくて。いやでも歌声が綺麗だからめちゃくちゃいい。大丈夫、もうマジでいい。ずっと聞いて。イヤホン外したもん。ライブもね、何度か行ったことがあって。そうなんだ。そう、結構ハマってます今。いいね。いいね。ちなみに僕は、なんだろう、その10月から毎日腕立てをするっていうのにしてるんですけど、やってた。その僕たちのファンクラブキラリっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ、そこでちょっとなんか始めちゃったというか、なんか急に思いついてちょっと始めちゃったんですけど、その寝る前に充電のパーセント分腕立てしますっていう宣言をしてしまって、10月からそういうことだった。そう、もう毎日使い切るもんね。毎日やってるよ。使い切る。スポーツの日105回やってたでしょ。あ、そうなんですよ。すごくない？腕立て105回で105%。マジ？違う、あのスポーツの日だから10月5日ってこと。あのリアンのみんながスポーツの日だから何倍とかするのとか、あ、何倍するのって聞かれてやるっけないと思った。ルーレット回して3倍になって105回した。そういうことか。そうなの、ね、限界突破よ。だって普通だったら105回できないでしょ、うん、100% だから。確かに。別にいいね。頑張った、うん、かな。サネは何かありますか？僕が夢中になってることはやっぱりなんか最近始めたモンストっていうゲームなんですけど、はい、それにめちゃめちゃハマってます。やってる、ね、やってるわ。俺のプロスピード張り合えるぐらいやってる。だってさ、サネちゃん車でさ、あのモンストやっててさ、ガチャにお願いしてんね。かわいい。そうだね。お願いしてん。誰も見てないのにお願いしてで、横向いたらお願いしてる。かわいいと思う、ね、手合わせですね。はい、ということでアンコール編集部さんからの質問に答えました。ありがとうございました。ありがとうございました。そろそろお別れの時間です。ここで改めてお知らせです。はい、11月1日に僕たちのセカンド CD シングル君とをリリースしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3形態でのリリースなんですが、カップリング曲が違うのでぜひチェックしていただいて、たくさん聴いて
もらえると嬉しいです。たくさん聞いてね、たくさん聞いてください、はい、そして、ライブのお知らせです。12月28日に僕たち初めてワンマンライブを行います。ゼップ羽田で開催するので、うん、ぜひね僕たちも楽しみにしてて、うん、もうみんなにももう今年の集大成というのを見てほしいので、はい、ぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。はい、その他の情報についてはリエネルの公式サイトや SNS をチェックしてくださいね。そしてアンコールのウェブサイトには僕たちのインタビュー記事も公開されていますので、ぜひご覧ください。ご覧ください。それではまたお会いしましょう。お相手はリエネルでした。バイバーイ。